皆さんこんにちは、ともにあらたです。お待たせしました、あらたずキッチンになります。皆さんもうちょっとあらたずキッチン前回で終わったんじゃないかと心配されていた方もいらっしゃると思うんですが、なんとか首の皮一枚つながっております。前回時短の朝ごはんが皆さん見ていただいたので、今回も同じような朝ごはんというか、まあちょっとブランチというかなんですが、もう暑い毎日が続いているので火を使わない美肌のレシピをご紹介していきたいと思います。で、私のチャンネルってこの食材いいですよとか、この食べ物いいですよって言うんですけど、じゃあそれどうやったら食べたらいいのっていうこと結構多かったので、今回はクローズアップしたのがですね、まずは蜂蜜です。蜂蜜は抗菌作用もあるし、骨がね薄くなるのも予防して、もしかしたらたるみとかを予防してくれるんじゃないかっていうことでもお話ししましたよね。それでなので今日は蜂蜜を使います。あとは美肌食材といって、私がいつも言うアボカドになります。アボカドもビタミン E 入っていますし、あとは天然の食べる森のミルクみたいな感じで、こう栄養成分しっかり入っていますので、アボカドも入れていきたいと思います。で、最後にオイルなんですが、今日はオリーブオイルを使います。で、今日はこちらのスペイン王室御用達っていうオロバイレンのオリーブオイルブランカっていうのを使ってるんですけど、オリーブオイルは何でもいいんですけど、濃いめの味というか香りもいいのでこれを使います。こちらはオリーブオイルはオメガ9ですね、9の方なので、体の炎症に傾けることもなく、そしてポリフェノールもしっかり入っている抗酸化力の高いオイルになっているので、こちらも使っていきたいと思います。では早速作っていきたいんですけれども、まず材料もうざっと言いましたけど、あともう別にですね、ミントになります。夏になると結構ミントがスーパーとかでも売ってたり、あと家庭菜園でミント作ってる人も結構多いと思うんですよね。なので今日はミントを使います。で、もう一つがローストビーフです。これね、スーパーのお肉コーナーに必ずと言っていいほど多分売ってると思うんですよね。もちろんお家で作る方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとスーパーでギリギリに行くとお安く売ってたりとかもするので、それを使って蜂蜜とかオリーブオイルとか使って美味しいサラダにしていきたいと思います。で、もちろんお肉っていうのは特に赤身のローストビーフはタンパク質がしっかり入っているんですが、その代わりこう油分が少ないものになるので、女性にはタンパク質補給、そして鉄分ですね、鉄分補給にもなります。で、あとマグネシウムといってタンパクを作る時に必要なミネラルも入っています。で、もちろんこういう風にスーパーのものもいいんですが、私前にねオージービーフさんとお仕事した時に、オージービーフのローストビーフがフリーズドライっていうんですかね、冷凍して定期的に送られてくるっていうのも見たことがあるので、もし一人暮らしでそういうのあんまりお肉食べれないという人はそういうのを使ってもいいし、あとは本当スーパーに必ずなんか売ってると思うので、そういったものを使ってみてください。ではまずバケットをちょっとトーストしてきます。バケットは軽くで大丈夫です。で、その間にめっちゃ簡単なので、先にミントとローストビーフを使ってるんですが、まずローストビーフを並べましょう。切ってもないですよ、自分で。ローストビーフってさ、もうあるとなんかテンション上がるじゃないですか。ローストビーフって実はというか、お肉と蜂蜜ってめちゃめちゃ実は合うんですよ。蜂蜜ってなんとなく甘いものだからヨーグルトにかけたりとかお茶に入れたりとかなんですが、蜂蜜の抗菌作用って熱を加えると実はなくなっちゃったりもするんですね。なのでなるべく生でフレッシュなままで食べた方がいいんですけど、そのまんま飲めるのもちょっと味気ないなと思うので、そういった意味ではドレッシングに使ったりとか、こういうお肉に使った方がいいかなと思って。で、蜂蜜も蜂蜜っていうぐらいなので、蜂さんがどのお花の蜜を吸うかで結構味が変わっていて、私ちょっと最近このお気に入りの蜂蜜がバズフロムザビーズっていうところの蜂蜜で、結構ねなんか何種類かあるんですけど、こっちはレッドガムハニーというもので、西オーストラリアのこうレッドガムという花なのかな、にユーカリのお花の蜜を使ったものになります。で、どちらかというと蜂蜜の中でもさっぱりしている感じがするんですよ。なので脂身が少ないお肉に合わせると結構いいかなと。でね、蜂蜜には珍しくちゃんとね抗菌作用も、マヌカハニーには抗菌作用ついているもの多いんですが、結構蜂蜜には珍しいかなと思ってこちら使ってます。こちらの蜂蜜をじゃあかけていきます。もう結構ねたっぷりねかけてみてください。こんなにかけるのっていう感じですけど、結構美味しいです。この上にちょっとだけお塩かけて、でここにミントを
できるだけミントは多い方が美味しい。そう、ミントもなんかミントティーとかっていうイメージだと思うんですが、ミントってどういうイメージですか皆さん。なんか口臭予防とか、あとはリラクゼーションとかだと思うんですけども、こちらにはねポリフェノールがしっかり入っていて、実はこう消化吸収を良くしたりとか、あとはですね抗菌効果ですねも高いので、夏にはもってこいかなと。あと胃腸の調子を良くしてくれる効果もありますから、食べ過ぎとかね、そういったものにも意外と聞いていきます。で、夏になるとフレッシュなものが多くなってくると思うので、結構ね多い方が美味しいので、なるべくいっぱいこんな感じで巻いて食べると美味しいです。まあすごいいい香りがしますよね、ペパーミントって。もしあの近くにペパーミントというかミントがなければ、ベビーリーフでもいいです。例えばベビーほうれん草とかなものでも全然大丈夫なんですが、意外とこのペパーミントとお肉と蜂蜜が合うので、もしお近くにねミントあったらこれ使ってみてください。こんな感じでどうでしょう。でもうちょっと気持ち、こっちですね、このレッドガムの方をもうちょっとだけこの上によいしょよーんとかけて、これでサラダは完成でございます。じゃあちょっとバゲット持ってきますね。バゲットを持ってきて、でこれにですねあらかじめオリーブオイルを塗っておきます。でさっきも言ったんですけど、このオロバイレンっていうオリーブオイル屋さんって、つぶつぶのオリーブオイルとかあったり、香りっていうか味もですね、何種類かあるんですけど、私はこちらの青い方のやつが結構味がしっかりしていて美味しかったです。で、オリーブオイルって本当にあのポリフェノールもたくさん入っているので、しっかり使っていきたい油なんですけれども、こういう感じでちょっとだけ、バケットに染み込ませておくっていうんですかね。これもちろんバターでもいいんですけど、バターよりは私はこのオリーブオイルの方が結構味がしっかり染みる感じで美味しいです。なので美味しいオリーブオイルを使った方がいいかも。料理で使うオリーブオイルというよりも生で食べて美味しいオリーブオイルなんですよ、このオリーブオイルが。だから結構しっかりとオリーブオイルを焼いたバケットにしっかり塗っておいてください。次がやっと物を切りますやっと包丁が出てきたっていう。で、切るのは何かっていうと、アボカドを切っていきます。こんな感じでアボカドを。で、アボカドってなんか皮剥いた方が切りやすいという噂が。で、アボカドはもう本当にあの美肌食材の中でも結構私言いますよね。ビタミン E が豊富なのと、あとはこの良質な油ですね。もうしっかり入っているので、もう女性には食べてほしいものです。で、生で食べられるし、まあ、アボカドあんまり好きじゃないっていう人もいるかもしれないんですけど、好きだったらね、もう本当にこのまんまアボカドボールみたいな感じで切っちゃってもいいかも。ちょっと食べやすい、いい大きさにスライスしてください。こんな感じでスライスしたら、もうこれを乗せていきましょう。これだけでなんか洒落てる感じしません？おしゃれでしょう。もうただアボカドを切って乗せてるだけなんですけどね。乗せちゃいます。でここにですねもう一度オリーブオイルを軽くかけて、もうないね、このピンクソルトをかけていきます。色がね可愛いからピンクソルトをちょっとかけていきます。こんな感じでピンクソルトをかけたら、ここにも蜂蜜を使っていきます。でこっちがオーストラリアのユーカリの一種のレッドガムっていうもので、さっぱりした蜂蜜だったんですけど、今回はジャラハニーって言って、西オーストラリアのなんか2年に1回しか咲かないお花らしいんですよ。なので食べ比べてみると分かるんですけど、こっちの方がわりかしあっさりしてて、こっちの方がなんかコクがあるっていう感じになるんですよね。だからこっちを、お肉はしっかり味があるので、こっちに蜂蜜をかけていきたいと思います。でこれをもうね、じゃ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 ーんとこんな感じでかけてあげます。やっぱ蜂蜜もオリーブオイルも味が一見蜂蜜オリーブオイルだけど、やっぱりね違うんですよね、ものによって。だからそれを食べ比べてみるのはおすすめかなと思います。そう、香りも違うの。やっぱこっちの方がね、よりちょっとマヌカハニーっぽい感じのコクがあるのがこちらの蜂蜜なので、やっぱ2年に1回しか咲かないっていうことなのでね、これをじゃじゃん並べて、はい、簡単美肌ブランチの完成です。
この一皿にタンパク質も食物繊維も糖質もあとミネラルもいっぱいぐっと入ってますね。でまずおさらいですけれども、ローストビーフ、赤身のお肉になるので、まあ、鉄分、そしてマグネシウム入ってますので、女性の貧血予防、そしてしっかりと筋肉を維持するためには食べてください。でもちろんお肌にもタンパク質ですからいいです。でペパーミント自体もですね、抗菌効果だけではなくて胃腸をこうリフレッシュさせたりする効果ありますので、お肉と一緒に食べるとちょっと胃が弱い方も消化吸収にいいです。でプラスこちらの蜂蜜もですね、抗菌効果ありますので、そちらと合わせて夏にはね、ちょっとやっぱり食中毒とかも怖いですから、そういった予防にもいいかなと思います。であとはオリーブオイルを塗ったバゲットですが、このオリーブオイルも、まあ、味しっかりしてるのと、やっぱりオリーブオイルもですね、ビタミン E もそうですけれども、オメガ9というオメガ9ですねの油もですね、体を炎症に傾けないような油ですから、積極的に摂っていきたい、それも生で摂っていきたいものになります。このアボカドもビタミン E しっかり入っていますし、あと食物繊維ですね入っています。それにミネラル分が多いピンクソルトをかけて、でちょっと味が濃いジャラハニーという、まあ、2年に1回しか取れない蜂蜜をかけています。なのでこれを食べれば肌がもううるつやっとなる上に、火も使わず簡単でこんなにおしゃれみたいな感じになります。夏休みでどなたかいらっしゃった時とか、あとはもうなんか疲れて何も作る気が起きないけどなんか食べとかなきゃっていう人は、ぜひぜひ作ってみてください。はい、ということで新たずキッチン、またまた簡単メニューになりますけれども、いかがだったでしょうか。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。次もまた新たずキッチン楽しみにしていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。